さあ先ほど敗者復活戦でゴールしたんですけど呼ばれなくて、イクトさんですね。こちらもアグリが来ました。うちの生交代の動画見てくれて来てくれた方ですね。超デアラルフ対キム、さあかぶさっていくのは KJ さん、さあですか一発一発が重いラルフ、体力はほぼ同じくらい、アンブロック一発でいくらでもひっくり返るという強調、さあ急降下パンチ壊れて飛ばしたら待ち受け撃したように、さあジャンプスピンから禁止、ちょっとシフトコンボミスってしまったか、レッドキック禁止から確認して天竜ですか、これはたまらずセービングシット、ここでクーラーに交代、サンディーカのシャーラー、さあまだまだリーダー系ダッシュのゲージは逃げちゃうのでわからない、サシ引っかかって小足からバイツ、バイツでしっかり追撃、ヒートドライブだがジャンプで噛み合っている、なぜかシャラーが出て、さあスライダーシュート、さあブレスからのレイスピンの連携で勝ったのは KJ さん、キューピーさんですね、三重からの試合ですね、キューピーさんですね、ジェニーダック誰だった、さあ KJ 軍団がノリに乗っている、3空撃決まった時のアイアイアイがやばいですね、アイアイがやばいですね、マイク入ってるかな、ジェニー対キム、このジェニーというから正面限定ですが、かなり強いです、はい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 と真っ向けてアイアイ決めていく、はい、さあ対空してここでクイックシット、真っ撃またやっていく、電流ですがこのダメージ量、さあジャンヨイでクーダイクすり勝っていく、ジャンヨイでさあジャンシーから助けば見えている、さあこの人まだやって3週間ぐらいしか経ってないっていうのが噂ですが、強すぎる、裏回って小足からバイツ逆少し、さあキューピーさんこれはつらい、前提をしっかり禁止で勝って KJ さんが8立て、これ
出てきたのはペコさんですね。京都県のペコさん。さあキーラーデュオロンベニマル対キムクーラーガート。この KJ さん、この不利を感じさせない徹底した立ち回り。第3空撃決めていく。さあめくりはちゃんとバイクで落として、さあさあ何が見えたか、砲脚出してしまって投げはしっかり外す。バイク出してしまったところをしっかりガードしている。5番からいつも三段コンボやって、ここは削りで最後は5番。ピオロンがここでセービングシュット。さあ反動三段切り、あれ画面端から逃げて、しゃがみに、さあ千切られ空対空を制していく。さあ逆切り返して投げる。さあリーダーライコーケーやって、ここで交代したいところ、クーラーでガキャリ切り返して、さあデュオロンが乗っている。さあガキャ全点が出ないんです。このゲーム最後はサム君音量壁で殺して、さあ関東にマッターをかけていく。KJ さん一言発信し、運が良かったです。かなり謙虚ですねこの人。応援続けてもらっていいですか。かなり盛り上がるね。応援者がデスタンディーに負けた。さあデスタンディーが3人負けたところで、今度師匠の小塚さんがついに登場という感じさあ AJ オズ K ダッシュ、ジャンプ打ってほしい。しゃがみ D が強い。さあリュウエイジガンガンやっていく。安定感ししっかりしている。これが小塚だ。さあこの小塚選手、もともとはイレブンプレーでしたね。今は13メインにしているプレイヤーで大会とかやってる人なんですけど、かなり上手いです。イレブンも仕上がっている。そして KZ3 兄弟の師匠でもあります。ここは師匠の意見を見せたいところ。ジャンプ一つ、ジャンプ一つ、東京圏めくってリーダー来航圏死なやつだ。さあハロービーが出て、さあここでオザルド死んでしまう。これで苦しくなった。だがこの K ダッシュもかなり仕上がってる。ジャンシーからリーダーライコーケ、このヘビです。
さあバックステからサンフレのヘイブンズドライブしっかり当てて、ジャブ通し、ここは落ち着いて、このここはクイックシフトで、まだ分からないぞ、登場時はまだ分からない。さあ最後はジャンプ吹っ飛ばしに弾当てて、次出てくるのはさあ K13 兄弟の師匠小塚さん、負けて奇声を上げております。